私がコナラニヨガアシュラムを選んだのはそれはハワイだったからです。そのプログラムの内容を見て、今まで結構動的な体をアクティブに動かすヨガが多かったんですけど、ちょっと性的な瞑想のプログラムが多く入っていたのが魅力的で、ホームページを見て本当に直感できました。ここに来たいって思ったし、ここはきっと楽しいだろうっていう自分の気持ちを信じてきました。来てみたらやっぱりすごい、とてもナイスな場所で、とても毎日素敵です。